私たちが訓練した時と全然雰囲気が違うかも。確かに綺麗ですが、少しおかしくありませんか？普通、こういう針葉樹は紅葉したりしませんよね。いや、針葉樹の中にも紅葉する種類はあったはずや。何やったかな？リースなら詳しいんやけど。なるほど、気にしすぎでしたか。いや、でも宿舎の敷地に生えていた木もここと同じ種類だったはず。あちらの方は紅葉していませんでしたね。ええ、どっちみち異常な場所なんは変わらへんってことですわ。気を引き締めていくとしましょう。日の輝きを持つ娘、その輝きを傍らで支えし少年と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開か。
もうしまいにしようか。戦闘終了、先に進もう。そこや！
が剣は無敵やり。もうしまいにしようか。そこや。よっしゃ、次行こうか。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。そこや。よっしゃ、次行こうか。やめろ。それ以上近寄るな。この声は。ああ、間違いないやろ。ほんの出来心だったんです。二度としませんから。どうか命ばかりはお助けを。なんか妙に縁があるな。おお、これぞまさに女神の導き。神父様、ヨシュア様、どうかお助けください。仕方ありませんね。ミステルンも寝覚め悪いし、一丁助けたるか。もうしまいにしようか。そこや。よっしゃ、次行こうか。ひどい目にあった。兄さんも結社の人間やろ。なんで毎回あんな目にあってんねん。しっけえな。これには涙なくしては語れない。波乱万丈にして
仰天動地の物語があってだね。というよりも率直な疑問なんですが、どうして僕たちよりも先にこの場所に来ているんですか？そや、俺たちよりも先に天維人に入ったってことか？城で君たちと別れた後、僕は市街で甲冑兵に囲まれたんだ。そして獅子粉塵の働きで迫り来る甲冑兵をなぎ倒すうちに、何か渦のようなものに巻き込まれてね。ふと気づいたら、絶景を望む建物の前に移動していたのさ。おお、なんという奇跡。女神はこのギルバート・スタインを物語の主人公に選んだに違いない。ケビンさん、それってなあ、戦闘中にたまに発生する渦に巻き込まれたんやな。しかしそれで偶然第四星槽に飛ばされるとは運がいいのか悪いのか。感動のあまり声も出ないといったところか。無理もないだろう。まあ別の意味で感動すら覚えるけどな。それでどうして宿舎から離れてこんな場所に？やっぱ探索でもしてたんか？ぎっく。そういえばさっき、もう二度としませんとか、ほんの出来心とか言ってましたけど、あれは何だったんですか？何のことだい？違うんだ。これはその、ただ気が抜けただけで。ひょっとして空腹のあまりさっきの獣人どもから食料でも盗もうとしたんか？ギクギク。その恥じることはないと思います。やはり食というのは大事ですよね。そのビスケットでも食べる？おやつに持ってたんだけど。ギルバート、そのよかったら僕たちの拠点に来ますか？せやな、あそこやったら水とか食料も確保できるし。哀れみの目で僕を見るな。あいにくだが食料ならさっきの奴らから盗んだばかりだ。それも1ヶ月くらいは余裕で暮らせるほどの量をね。この食料は全部僕一人のものだ。貴様らなどに一かけらたりとも分けてやるものか。それではさらばだ。話を聞かない兄さんやな。そもそもこんな場所に1ヶ月もおるつもりなんか？まあ今は放っておきましょう。そのうち音を上げて頼ってきそうな気がしますし。そうかもしれませんね。その時はせいぜい生温かく迎えてやるとしようか。そこや！
闘終了。先に進もう。回収しましょう。そうすれば本物のシェラさんを解放できるはずです。ああ、
しまいにしようか。よし、これでシェラさんを解放できますね。ああ、間違いないやろ。よし、早速拠点に戻るとするか。楽しみだな。先輩がいてくれたら百人力間違いなしだし。Thank you.
な、あれ？シェラさんじゃない。髪を切ったのか。ええ、一月くらい前にバッサリやったみたいです。それと合わせて仕事着も新調したみたいで。おかしいわね、この私がこの程度の酒で目を回しちゃうなんて。いや、何のこれ好き。さあアイナ、今夜こそどちらが上か。あら、シェラさん、どうもお久しぶりです。ヨシュア、一体いつ戻って。エステルはどこにいるの？というか、あんた少したくましくなったみたいじゃない。どうも。この僕も忘れては困るね。シェラ君の忠実な下僕にして永遠なる恋泥棒のことを。あ、オリビエ？っていうか、見覚えがある顔がこんなに。しかもなんだか辺りが妙なことに。ああ、もう一体何なのよ。先輩先輩、どうか落ち着いてください。驚かれるのも無理はないです。ま、これが普通の反応だよね。話は大体わかったわ。しかしまあ、普通だったらとても信じられる話じゃないわね。まだ酔いつぶれて見てる夢とか、ルシオラ姉さんの現実とかの方が説得力があるんだけど。そうおっしゃるんも無理ないですわ。おお、なんという悲劇。シェラ君がこの僕を見て本物だと信じてくれないとは。はいはい、普通だったらって言ったでしょ。第一、こんな馬鹿げた現実誰が仕掛けたりするもんですか。それに夢にしてはあまりにも整合性が取れすぎているしね。違いない。信じてもらえて何よりです。早速協力してもらってもええですかね。もちろんよ。聞いた感じだとエステルも取り込まれているみたいだしね。遊撃士として姉貴分として喜んで一肌脱がせてもらうわ。シェラさん。さすがシェラ君、相変わらずの切符の良さだ。おおきに、助かりますわ。状況についてはだいたい説明した通りです。今はその第四清掃を探索してる真っ最中ですわ。ルロックルの訓練場か。私も何年か前に訓練生として使った場所だわ。その意味ではあそこで訓練したことのある人間が放り込まれたのかもしれないわね。なるほど、あり得るかもしれんな。エステルちゃんは当然として、クルツ先輩にグラッツ先輩、カルナ先輩も候補に入りそうですね。どうかしらね。あの3人はどちらかというと教官として行ったみたいだし、確か3人とも純粋な訓練生として使ったことはなかったんじゃないかしら。そうだったんですか。あのシェラさん、アガットさんってその訓練場を使ったことは。
確かあったはずよ。カシウス先生にまんまと乗せられてひどい目に遭ったとか言ってたから、4年くらい前じゃないかしら。そうですか。お姉ちゃんもアガトさんも捕まっているかもしれないなんて。リーダー、大丈夫、きっと大丈夫ですよ。いずれにせよ、3つあるという修練場も残るは1つだけということですね。ああ、誰が囚われているかなど挑んでみればすぐにわかるだろう。準備ができたら早速出発するとしますか。コールが欲しいならこちらに来たまえ。あの大樹から入手したものだが、なかなか香り高い名酒だ。名や年代は知らないがね。そんなこと言ってるとまた酔いつぶされますよ。カチンコチン。そうか、髪を切ったか。確か一座にいた頃から伸ばしてたと聞いたが。ええ、でもまあいろいろあったので少し気分転換に。そうか、なかなか似合ってるじゃないか。どうも。あ、シェラ先輩、もうリスさんに会いました？ちょっと変わってますけど面白い人なんですよ。ケビンは昔からああなのです。わがままで自分勝手で傍若無人で独りよがりで無駄に強がりで根本的にヘタレです。これが例のシスターさんか。でもなんだかケビンさんのことで怒ってるみたいだけど。なんや、近づけへん空気や。リーさん、苦労したんですね。あかん、何受け取る。うわぁ、なんだかひどい話だよね。あの神父、そんな悪ガキだったなんてさ。リースのやつ、誇張して言いふらしおって。Oh!
それにしても訳の分かんないとこね。せめてこれが全部酒ならな。シェラさん。はいはい、分かってるわよ。ルロックルの訓練場なら私も一通り知ってるし、探索するなら連れてってちょうだい。エステルのこともあるしね。殿下も少しお休みになられた方がよろしいのでは。殿下も少し。ちょっとジークがお腹が空いたというもので大丈夫です。武装した獣、獣人。これも影の王の趣向か。くだらんな。さっさと次へ進むぞ。
もうしまいにしようか。戦闘終了、先に進もう。負けられないんだ。